アイテム番号 SCP-179JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-179JP は部屋の一辺が全て 25.52 メートル以上の長さを持ち、天井の高さが 12.76 メートル以上あり、地下には固定された建築材以外何も存在しない部屋の中央に安置してください。室内の視認しやすい場所に SCP-179JP と同期させた3分27秒を計測するタイマーを設置し、アラームを設定してタイマーの終了を30秒前には通知するようにしてください。そしてアラームが鳴った時に SCP-179JP から半径 12.76 メートルの範囲内に存在する職員は、持ち込んだ物品を持って速やかに範囲外に離脱してください。SCP-179JP の運搬に関しては、ポイ1の特別運搬プロトコルを参照してください。説明。SCP-179JP は古いアンティークの木製振り子時計です。初期状態では時計の針は10時8分2秒、以下 T1 とします、を指しています。文字盤にゼンマイを巻くための穴が存在し、動力はゼンマイ式であると推測されています。重量は、kg で縦 180cm、横 45cm、厚さ 25cm の大きさがあります。SCP-179JP は時間に干渉する性能を備えています。SCP-179JP は T1 より針がスタートし、3分27秒、以下期間 T とします、が経過したとき、つまり10時11分29秒、以下 T2 とします、を針が示したときに元の T1 の位置へと針が瞬間的に戻ります。T2 において、時計から半径 12.76 メートル以内、以下この影響範囲を SCP-179JP-A とします、に存在した物体が T1 での状態から移動していたり変質していた場合、T2 になると同時に T1 の状態に復元されます。またこの時 SCP-179JP 自身も状態を復元される模様で、今までにゼンマイの動力が尽きたことはありません。しかし SCP-179JP 自身の一座標自体はなぜか復元されず、これにより運搬が可能となっています。また期間 T に SCP-179JP、A に物体が侵入し、存在し続けた場合、T2 になると物体を構成するすべての粒子が SCP-179JP、A の境界面まで位置を復元されます。SCP-179JP は位置座標を復元するよう努めますが、外部から侵入した物体の元の座標は SCP-179JP、A の外側のため、結果として復元されるのは物体が SCP-179JP、A に入った瞬間での座標、つまり SCP-179JP、A の境界面に復元が限定されることとなります。この時 SCP-179JP の復元効果は粒子の配列を無視して行われるため、物体は境界面に平たく押しつぶされた形で一座標のみを復元されます。実験記録 179JP、日付20、年、月、日、目的、SCP-179JP の復元効果が SCP-179JP 自身にどの程度及ぶのかを測定する対象 SCP-179JP 実施方法期間 T 内に SCP-179JP を分解し放置する結果通常の振り子時計と同様に破損しないように慎重に分解したところ内部には振り子時計の部品としては用途不明のオブジェクトが複数。以下 SCP-179JP、B 群とする。確認された。職員が SCP-179JP、B 群の一つを取り外したところ、T に到達までに時間的余裕があったにもかかわらず復元が行われた。これにより職員は死亡。SCP-179JP は T1 の状態に戻り、再び動き出した。分析。SCP-179JP。B 群は SCP-179JP の最重要部品であり、復元の効果を発揮している装置と推測される。期間 T の3分27秒という限られた時間ではこれ以上の複雑で精密な分解は物理的に困難であり、また失敗した際の人材損失が大きいためこれ以上の SCP-179JP-B 群に関する実験は禁止にすることが妥当と思われる。ポイ1、特別運搬プロトコル SCP-179JP はその性質上、一般的な運搬が非常に困難なオブジェクトです。短距離の移動の場合は、期間 T 内に SCP-179JP-A 内の物体に注意して、精密機械を運ぶのと同様に運搬してください。長距離の運搬を行う場合は、以下に示すリレー式運搬方法1を D クラスの職員2名または自立移動と物体の受け渡しの可能なロボット2台を用いて行ってください。まず片方の職員が T15 に SCP-179JP-A に入り、SCP-179JP を持って移動し、もう片方の職員が SCP-179JP-A 内に入らないように目的地に先行します。T2 が近づいてきたら、先行している職員は移動を停止し、SCP-179JP-A に入るのを待ちます。SCP-179JP を運搬している職員は、SCP-179JP を先行していた職員の側に置き、SCP-179JP-A から離れて先行する役に交代します。再び T1 になったら、SCP-179JP-A にいる職員は SCP-179JP を持ち、目的地への移動を開始します。目的地に到着するまでこの動作を繰り返します。ロボットの場合も同じです。ポイ2、発見経緯について SCP-179JP は、県、市にある廃墟で発見されました。廃墟は1940年代に放棄された洋館です。近辺ではその廃墟はいつも子供の笑い声がする、と噂されていました。調査者が行方不明になるという報告もされていたため、噂の実態調査を行うためにエージェントが派遣されました。結果、廃墟内には男子児童数名、女子児童1名が存在し、SCP-179JP-A を出ることなく、期間 T 内で同じ行動を繰り返していました。派遣されたエージェント2名のうち、1名は SCP-179JP の復元に巻き込まれ、死亡。もう1名は児童たちを観察することにより、おおよそのオブジェクトの特異性を把握できたため、児童たちの収容及びインタビューに成功しました。対象、児童たち。インタビュアー、エージェント、星。吹き。インタビューは現地にて。SCP-179JP の影響範囲を全員脱した状態で行われました。児童たちは当時、全員小学3年生でした。録音開始、2014、6、7。エージェント、星、ちょっといいかい、君たち。男子児童、何、おじさんおまわりさん、エージェント、星、おじ、いや、ちょっと違うよ。何をして遊んでたのか聞かせてもらおうと思ってね。あの廃墟は遊び場なのかい？男子児童。俺たちいつもは近所の公園で遊んでるんだけど、せっかく夏休みだし、今日は隣町まで行ってみようって話になって、そしたら面白そうな建物見つけたんだ。エージェント、星、夏休み、女子児童、怖いし、怒られたら嫌だからやめようよって言ったんだけど、みんな入っていっちゃって、私も一緒に入ったの。男子児童。でも廃墟ってお化け屋敷みたいだし、探検できて面白いよな。男子児童。隠れるところもたくさんあるし、エージェント、星。それで、中に何か面白いものとか見つけたのかい？男子児童。なんか古そうな時計があったよな。エージェント、星、時計。男子児童、編集済み。男子児童のあだ名がいじったら勝手に動き出して、まあそれだけだったから気にしないで遊ぼうとしてたのさ。エージェント、星。それで時計が動いてから何かあったかい？男子児童。3分も経たないうちにおじさんが呼んだからこっちに来てあげたんだよ。女子児童。ねえ。なんか入った時とあたりの様子が違うくない？あんな綺麗なお家やったっけ？エージェント、星。ところで君たち。今日がいつなのか覚えてるかな？男子児童。おじさん手帳でもなくしたの？8月14日だよ。エージェント、星。何年の？男子児童。昭和41年。その後、いくつかの質問をし、児童たちを収容した。録音終了。終了報告書。廃墟で発見された児童たちの名前は、1966年に捜索願いの出されていたリストと一致しました。児童たちは SCP-179JP-A を出ることなく、約50年間にわたって同様の行為を繰り返していたことが確認されました。児童たちの保護者のうち幾名かはすでに他界し、また児童たちの元の時代と現代があまりに離れているため、社会復帰は不可能です。そのため、彼らの身柄を財団施設にて保護することが決定されました。